日本ハム加藤豪介選手が5月31日のヤクルト戦で待望のプロ第1号を含む2打席連続本塁打をマークし、新天地で評判通りの活躍を見せ始めています。2022年ドラフト3位でメッツ傘下マイナーからチームに加入した逆輸入ルーキーは5番セカンドで先発し、1点リードで迎えた3回、ヤクルト市川投手から弾丸ライナーで右中間席へ、5回の第3打席でも右翼席の中段に豪快な一発を運びました。このことに加藤選手は、2打席連続本塁打っていうのは人生初なので、まさか2打席目も打つとは思わなかったと、本人も試合後に目を丸くした2打席連続ホームランでしたが、長期にわたり米球界で奮闘してきたとはいえ、日本の一軍経験は度重なる怪我もあったため、この日がまだ初出場から4試合目での出来事でした。それにもかかわらず、なぜ即座に結果を残せるのか。今回は加藤選手のアメリカでの経験、日本ハムへの入団までの経緯、活躍の要因についてご紹介したいと思います。まず今回の活躍について、本人の実力もさることながら、大きな要因として日本ハムというチームの雰囲気と英語が話せる環境が大きいと言われています。米国で生まれ育った加藤選手にとって、日本での生活は不慣れなことが多く、本人も春季キャンプ中からいろいろとルールがきっちりしていますし、野球をやることは同じでもやっぱり日本での生活は大変ですねと明かしていました。しかも幼少期から英語環境に置かれ続けた加藤選手にとって、終始日本語の生活はストレスがかかることは予想され、本来なら野球どころではなくなっても不思議ではありませんが、日本ハムは新庄監督就任以降、チーム内に日本特有の上下関係がほぼないばかりか、英語を話す助っ人やスタッフ、ナインが大勢おり、故障で2軍生活を余儀なくされている最中でも、同じ米国出身の育成選手や助っ人選手らと日常的に英語で思いを語り合える環境がありました。本人もシーズン開幕前から、英語が普通に話せる仲間が何人もいますからね。特にここは本当に新庄さんのいる日本ハムに入ってよかったと語っており、新庄監督もこの日の試合後、自ら加藤豪介くんのスカウトって誰だっけと報道陣に問いかけると、即座に自らを指差し、嬉しいね、スカウトになった気分やねと満面の笑みを浮かべていました。加藤選手の入団の経緯として、新庄剛志監督が加藤くんをドラフトにかければ面白いかなって、ちょっと球団と話をしたいの発言で注目が集まり、日本ハムがドラフトで指名する可能性が浮上しました。この新庄監督の発言が発端で脚光を浴びることになった加藤選手について、日本ハムのスカウト会議では稲葉敦則 GM がボスが気になっているのでどうするかをこれから考えないといけないと言及するなど、同じメッツ OB でもある新庄監督の加藤選手への関心度は高いものでありました。この時加藤選手もここ数年間オフの度に、その所属するマネジメント事務所が NPB 球団に売り込みをかけ、日本球界入りの道を模索していた経緯があり、加藤選手サイドにとってもこれまでのアプローチを考えれば、今回の一件は願ってもない救世主からのラブコールとなりました。2013年の MLB ドラフトでヤンキースから2巡目指名を受けて脚光を浴びた加藤選手でしたが、メジャー定着は難しく、19年にマーリンズに移籍後は21年にパドレス、翌年ブルージェイズ、メッツと移籍を繰り返し、米国での活動は10年目を迎えていました。その移籍の動きと並行して、マネジメントは日本球界への売り込みも同時進行で進めてきていましたが、ここまでのところ手を挙げる NPB 球団はなく、今回の新庄監督の発言で日本球界には当然日本ハム球団にも加藤選手サイドからの売り込みオファーは来ていたはず。現場の監督の一存だけでこれまでの判断が変わるのか、あまり本人を期待させすぎても田沢選手のようになったらかわいそうとの声も少なからず起きていました。アメリカのカリフォルニア州で生まれた加藤選手は日本人を両親に持ち、日本とアメリカの両方の国籍を持っており、幼い頃は日本とアメリカを行き来、6歳になる頃からアメリカで暮らし、リトルリーグで野球を始めました。サンディエゴの高校で傑出した数字を残して、2013年6月に行われた MLB のドラフト会議でヤンキースから2巡目での指名を受けましたが、アメリカで育ちながら日本語も堪能な加藤選手は、高校を卒業後は UCLA に進んで、いずれはジャーナリストになりたかったと話しており、まさか自分がプロ野球選手になるなんて思ってもみなかったそうです。加藤選手は1994年生まれであり、大谷翔平選手と同い年になります。思えば大谷選手が高校を卒業するとき、 NPB を経ずにメジャーの球団と契約する道を思い描いており、ドジャース入団もささやかれていました。ドジャースの元スカウト小島氏は、
日本のプロ野球からメジャーへ行くのではなく、アメリカのマイナーで育ってメジャーのスーパースターになる選手を見てみたいと当時から話しており、そんな小島氏の情熱にほだされ、菊池雄星投手も大谷選手も一時は高校から直接アメリカへ渡ろうとしていました。しかし2人とも日本のプロ野球を選び、共に実績を積んでからアメリカへ渡り、その結果、メジャー志向の強い中学生、高校生も今は NPB を経た方がいいのではという風潮さえ生まれつつあります。そんな中、加藤選手はその風潮とは真逆のルートをたどり、メジャー昇格へ挑戦し続けてきました。そして2022年シーズン、ブルージェイズとマイナー契約を交わしていた加藤選手のメジャー開幕ロースター入りが決まり、ついにメジャーデビューを果たしました。しかし、メジャー球団からドラフトで指名され10年、2022年今季までアメリカでプレーを続けましたが、今年度のドラフト会議で日本ハムから3位指名を受けた加藤選手の入団が正式に決まり、本人にとっても大きな決断であったことは間違いなく、今シーズンまではとにかくアメリカでの野球に精一杯で、日本でのプレーは本当に真剣には考えていなかった様子であり、近年日本でのプレーをささやかれた中、加藤選手も日本行きを考えたことはほぼないですね、今年まではずっとメジャーに行きたいっていう思いが頭にありましたと語り、このままアメリカに残れば来季もメジャーでプレーする可能性は十分にあり、そんな背景もあって今季終盤頃も加藤選手本人に日本球界を視野に入れているという雰囲気はほとんどありませんでした。日本に行った方が待遇はいいのではと冗談めかして話された時も、本人はほとんど取り合わず、ここでスープとかサンドイッチを食べているよりはいいのかもしれないですね、でもそんなに気にならないんですよと笑っていたくらい、まだまだハードなアメリカンライフを継続する意思は十分な様子でした。しかし、その一方で2022年に悲願のメジャー入りを成し遂げた後、加藤選手の口ぶりに明らかに変化がありました。マイナー生活が長く続き、今年が10年目、キャンプの頃はとにかくメジャーデビューしたいとそのことしか頭にないようでしたが、実際に4月にデビューを果たすと口ぶりはすぐに変わりました。夢に見続けたメジャーのフィールドに立っても、予想していたような感激の涙は流れてこなかったのだと言います。加藤選手はメジャーで開幕ロースターに入って、5万人の前に自分が立ったらどういう気持ちなんだろうってずっと思っていました。もう野球始めて20年くらいなんですけど、ずっと涙が出るのかなって思っていたんです。ただ実際はそうではなかった。それよりも今は自分のポテンシャルを最大限に発揮したいっていうことの方に執着が出てきています。メジャーの開幕ロースターに入ったり、打席に立ちヒットが出るとかっていうのは僕の道のサイドエフェクト、副賞であって、それを目指しているわけではなかったんですよ。自分のポテンシャルを最大限に出してベストチームメイトになりたいというのが自分のゴールだったんですと、自身の目標への達成についてコメントされていました。またマイナーで10年くらいやってきましたけど、環境が変わってもメジャーでも 3A でも野球は野球です。嬉しさとか楽しさ、満足感というのは自分の一日一日のスイングからも得られます。それは結果じゃなくて、メジャーじゃなくて自分だけのもの、満足感も味わっているので今でも楽しいですよと、野球をできる喜びについて当時から語っており、常に正直な加藤選手の言葉に強がりや誇張は感じられず、メジャーへのこだわりはいい意味でなくなっているようにも見えたといいます。こういう考え方をする選手であれば、さらに自分を成長させる手段として他の場所でのプレーを考慮しても不思議はなく、そんな時に日本ハムから高い評価を受けドラフト指名されたことで、加藤選手の日本でのプレーが実現されることとなり、それもある意味自然の流れと言えるのかもしれません。そんな加藤選手が日本ハムへの入団会見を行った際、会見前に記者に異例の長文メッセージが配られ、日本入り決断への敬意や憧れるイチロー氏への思いを綴りました。約1800文字の長文のメッセージは、当日の心境やなぜ野球をするのかという自問自答に対する答えも記されていました。2022年10月20日、その日もカリフォルニアの自宅でいつもの朝を迎えた。目覚ましで起き、その日のスケジュールを携帯でチェック。携帯にたくさんの通知があることに気づいたのはその時だった。北海道日本ハムファイターズが自分をドラフト指名してくれていた。しかも3位で、ベッドから飛び起きた。こんなに光栄なことはない。しかしメッツと契約中の自分にとって、その全く新しい生活をスタートさせる大きな決断をするには時間と勇気が必要だった。自問自答の日々が続いた。なぜ自分は野球をするのか。6歳でイチローさんの野球に出会ってから、自分の夢はメジャーリーガーになることだった。そしてあれから21年後、
2022年4月9日、ついにメジャーデビューをすることができた。しかし、なぜか夢が叶ったという喜びが少しもなかった。翌日、私の頭に一つの言葉が横切った。歩くことが好きな人は、ゴールを目指している人よりも遠くに歩ける。その時ピンときた。メジャーリーガーになることに喜びはなく、そのために毎日毎日、自分を高めるために夢中になるプロセスに喜びを感じていたのだ。自分が野球をやる意味はそこにあった。私はまだまだ学び続けたい。この道を歩き続けたい。10月20日のドラフト会議以来、自分に問えば問うほど日本で学んでさらに自分を高めたいと思うようになった。ファイターズのコーチスタッフから何か大事なことが学べると信じられたことで、それが自分の歩き続ける道だと強く思うようになった。また北海道日本ハムファイターズとの関わりについて、自分は幼少期からファイターズの試合をいつも見ていた。特に2006年の優勝は忘れられない。多くのファイターズファンがそうであるように、私も当時のヒルマン監督にはヤンキース、マーリンズに所属していた時にお世話になった。日本シリーズ MVP だった稲葉篤紀選手、華麗なプレーで感動を与えてくれた新庄剛志選手を鮮明に覚えている。新庄選手はメッツでのデビュー戦で1塁から2塁にタッチアップした。そのガッツと緻密さにも非常に感動し尊敬した。そのプレーは今でも鮮明に覚えている。その北海道日本ハムファイターズが自分をドラフトで指名してくれた。その喜びと驚きは言葉では表せない。この自分の中にあるワクワクする感覚は明らかだった。マイナー生活の間、いろいろな日本の球団関係者、マスコミの方々、日本人のファンの方々が田舎のマイナーの球場まで足を運んで応援の言葉をくださった。時にはカップうどん、おにぎり、お餅、日本のお菓子など差し入れてくれる方々もいた。食べ物があまりない時だったので本当に嬉しかった。アジア人の観客もいないような田舎町で、自分が日本人を強く自覚する瞬間だった。今でも大変感謝している。自問自答を繰り返す中で、自分が日本人だということ、日本の野球に触れてみたいという思いがあることに気づいた。勝つためにチームに貢献できる選手になりたい。このような考えがあり、来シーズン北海道日本ハムファイターズの一員として頑張る決意をいたしました。と以上のように、加藤選手は入団するまでの心境と思いを言葉に残していました。加藤選手の今までのアメリカでの経験はとても貴重なものであり、私たちが想像するよりとても過酷で、それでも充実した10年間だったのだと思います。この経験は必ず日本球界でも生き、加藤選手が話すように、選手としてさらなる高みを目指し、チームに貢献してくれると思います。今後の加藤選手の活躍に注目していきたいですね。ここまでご視聴ありがとうございました。